ハリー・ハイルマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、スラック。タイカップのチームメイトとして、1910から1920年代のデトロイト・タイガースの攻撃を牽引した強打者。1913年に、ポートランド球団からのデトロイト・タイガースに指名され、入団。 1914年にメジャーにデビューする。1916年から現役生活も残り少なくなっていたサムクロフォードの後釜として期待され、多くの出場機会を得るようになった。それまでは目立った打撃成績は残していなかったが、試合に出るにつれ徐々に結果を残すようになる。この頃、1916年7月にデトロイト川で溺れていた女性を救助し、 一躍有名になったこともある。シーズン打率が初めて3割を超えたのは6年目の1919 19年のことだった。翌1920年からライブボール時代に入り、1921年にタイカップが選手兼任監督となって、彼に打撃指導をしたことがきっかけで、飛躍的に打率を上げることになる。この年打率、394で、首位打者。 237アンダでリーグ最多安打アンダを記録する。1923年には打率403で2度目の首位打者となり、以後タイガース在籍時は1年おきに通算4度の首位打者を獲得するほどの強打者となる。タイガースには1929年まで在籍し、1930年に シンシナティレッツに移籍するが、打率は1930年まで11年連続で3割を超えた。1931年に手首の関節炎を患い現役を引退。生涯打率342の成績を残し、また現役中に使われていた全ての球場で本塁打を放った最初の選手にもなった。引退後は1950年までラジオ及びテレビで、 タイガースの実況放送のアナウンサーを務めていた。また、第二次世界大戦中は、軍隊移問のための野球団に加わって、海外へも行っていた。1951年、肺がんのためミシガン州で死去。翌年記者投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。ありがとうございます。